ずっとあなたを苦しめていたのは、私、だったのですか？世界樹の麓に栄えるハイラガード公国。奈落の底に広がる銀沼が遺跡。そこでは、100年に一度の儀式が執り行われようとしていた。この国には本当にたくさんの冒険者がいるんですね。バカだな、お前は。幼馴染をなめるなよ。パラディンが前衛だって誰が決めたんだろうな。魔物いなかったらずっとここにいたい。ミズガルズ調査隊として引き受けよう。約束だ。生まれも育ちも違う5人は出会い、共に遺跡探索へと踏み出していく。なんだかドキドキします。冒険って楽しいですが大変ですね。そして戦いの果て、君は偉業と化す。力を、ファフニールの力を武器に儀式の謎を解き明かせ。やがて明かされる真実を前に迫られる選択とは。印の娘として、カレドニアの娘として、私が命を捧げます。クロエはみんな一緒がよかった。俺が守る。アリアンダ、人の姿を失っても君との約束を守る。新世界樹の迷宮2、ファフニールの騎士、2014年冬発売。